さんこんにちは、ゆうたろうジュニアです。そうですね、すっかり秋ですね、ジュニアくん。涼しくなってまいりました。見てください、ここ猿回し劇場のブルーベリー畑もブルーベリーがなってますよ。ジュニアくん食べますか？あ、落ちてるブルーベリー。あ、どうぞどうぞ、ブルーベリー食べ放題です。ジュニアくん美味しいですね。すいません、ジュニアくん、みんなのブルーベリーも一応ね残しといてほしいんですけどね。食べ放題してもね、ちょっと数に限りがありますのでね。わあ、すごい美味しいですね。どうすか？めちゃめちゃ喋りながら食いね。美味しいですかね？美味しいでしょうね。取れたてほやほやのブルーベリー、よかったですね。あ、赤いのもあるね。赤いのは食べない。あ、そう、青くなった形のいいものをね、しっかり落ちたのを食べていきますよ。キュータルくん食べなかったんですけど、これ。あ、ジュラくんまだここ残ってるよ。こっち来てごらん、ほら、ここ。ジュラくん、こっちこっちこっち、こっち残ってるよ。そこそこ。あ、毛虫がいる。毛虫気をつけてね、ジュニアくん。あ、落ちたよ。落ちてる。そう、毛虫いるから気をつけてねって。ジュニアくん聞いてますか？そこ、手のとこにね、多分毛虫いるから気をつけてね。わあ、すごい食べ放題、よかったね。わお、ほら、こっちにもねいっぱいありますよ。ジュニアくん、そっちは違うでしょ。こっちおいで、こっちこっち。まだ食べますか？落ちたのね。あ、そうですか。まず落ちたのから食べるんですか？なってるのも食べますね。よかったですね、新鮮一番です。そろそろね、やめときましょう、ジュニアくんね。こういう旬のものも飲んで食べます、ジュニアくん。みんなにもちょっと残してます。ギュッちゃんは食べませんでしたけど、ジュニアくんは食べ放題。大袋パパにしてます。それでは皆様、寒暖の差が激しい日もありますので、風邪ひなどひかれないように元気に過ごしましょう。ジュニアでした。バイバイ。こっちこっち。